Experience starts here. ANA, World Air Current. J-WAVE, ANA, World Air Current Podcasting. 今回は8月20日放送、雑誌ロケーションジャパンの編集長山田美希さんに伺ったニューヨークのお話です。このロケーションジャパンってのは何年ぐらいになるんですか？今今年で14年目になりまして、はい。つまり映画とかいろんなものでロケで使われたところを紹介する、はい、あるいは誘致するっていう。そうですね、誘致と旅のいい場所として紹介するっていうのと、うんうん、はい。でもなかなかそういう切り口の雑誌ってなかったんじゃない？そうですね、今も日本で唯一のロケ地の情報誌です。本当でもさ、はい、なんか一時、はい、韓流ブームの時とかってものすごかったんじゃないんですか？すごかったです。やっぱり冬ソナで、本当に観光客の数が日本よりも韓国が下だったんですよ。それを抜くぐらい。そうですよね、はい。普通のテレビのニュースなんかでも結局冬ソナのロケ地に行くツアーみたいなのがものすごい盛り上がってるっていうのが報道されるぐらいですよね。はい、そうです。もう映画一本でガラッと変わりますんで、うん、やっぱそういうもんだよね、はい、逆に言うと。だから僕なんかは割と仕事上いろんなところにやっぱ旅に行きますけど、はい、やっぱりこうその土地その土地行くと、例えばほら大河ドラマとかでやってたりすると、 そうですね、その街はもう一色になるもんね、はい、今もう真っ赤ですよ ね、 ね、上田が。あ、そうそう、もう上田なんてね、僕も上田は長年通っておりましたけれども、はい、今のちょっとはしゃぎようはお祭りですね。そうなるってことだよね、はいはい。まあ、でもそういう雑誌は今までなかったってことだな。そうですね、うん、はい。いろんなとこ行かれたと思うんですが、はい、美希さんこれまでに国内で例えば最も印象深いところってところ、印象深い本当たくさんあったんですけども、そらそうだね、うん、ちょっと広いんですが大分県ってすっごい面白いなと思ったんですけれども、それまた渋いね大分県、はい、市ごとにですね、うん、カラーが全然違って、うん、昭和、江戸、うん、それから近代と最近のものも全部撮れる、うんうん、あ、そう、はい、もう各時代があるっていう感じで。あ、そうですか。城下町もありますし、うんうんうん、近代的な海沿いのウッドデッキのおしゃれなところもありますし、うんうんうん、大分市にはいろいろ温泉もあるしね。温泉が本当に最高で、うん、やっぱり泉質もいろいろありますけれども、はい、一番驚いたのが、はい、公衆トイレのように温泉がある。びっくりしました。町の中にもいっぱい温泉があるし、いっぱいあります。そうですね、そうですよね。あとやっぱりあの別府もそうでしょ、はい、そうです。湯布院もそうでしょ。湯布院ももう山を挟んで反対側って、湯布院もいいもんね。いいですね。別府とまた随分違い、雰囲気違いますけれども。そうですね、またでも別府のあの雰囲気もいいですよね。そうですね、本当に。うん、僕なんかね竹柄温泉っていうのいつも行くな。あ、別府ですね。別府の中にね、別府にあってものすごく古い温泉の銭湯だよね、あれ。そうですね、あの砂風呂がある。そうそうそう、砂風呂、蒸し風呂、蒸し風呂、砂かけられるわけ。あれね、20年近く大分行ったらなんかそこ電車に乗って。そうですか。そう、別府まで電車に乗ってで竹柄温泉で一人で砂にまみれて帰ってくるっていうね。朝一で行きますけどね僕。お湯もいいんですよ。そうですね、はい、ここ入っても、うん、大分ね、はい、最近では唐揚げがまた有名ですね。あ、そうですね、うん、中津と宇佐で戦う。中津と宇佐、これはまた唐揚げ一つでこれはまた戦うっていう話ですもんね。はい、大分の市内行くと中津だ宇佐だっつって言ってんだよね。そうなんです。面白いな。どっちも美味しいんです。もちろん唐揚げなんて言ってまずいわけないじゃない。でもそれを戦うぐらいにこう唐揚げ、鶏の唐揚げ一つで持っていくところがやっぱね、 いいよね。もう本当、うん、食はもう豊かで、ね、本当豊かだなと思って。その通りですね。ロケーションジャパン、国内もいろいろ行かれてると思うんですが、やっぱり雑誌では海外の特集をすることもよくあるんですか？はい、やっぱりロケ地の原点っていうと、うん、ローマの休日のローマ、そういうものがやっぱりあるんで、やっぱり読者の方からですね、はいはいはい、海外やってくれと、もうそれこそ韓国もそうでしたし、すごく要望が多くて、うん、で3年に1度ほど、うん、やらせていただくんですけれども、うん、で憧れロケ地ランキングっていうのを昨年取った時に、はい、1位がアメリカで、2位がイタリア、3位がイギリスっていう感じで、うん、あ、そうなんだ。ランキングが出まして、逆になんかパリとか食い込んできそうな気もするのに。あ、
フランスは4位なんだ、イギリスの方がなんだ。そうなんです、やっぱハリーポッターが出た。そりゃそうだな。ハリーポッターだよね。なるほど、そりゃイギリス食い込んでくるよね。でそんな中でも、はい、ミキさんの思い出が多い街として、はい、ニューヨークを挙げていた。そうですね、一番そのロケが多いっていうのもありますし、ね、やっぱり1位だし、うん、行っとかなきゃダメだろうっていうところで、はい、いつ頃行かれたんですか。これ去年の7月なんで、うん、に来ました。いい季節じゃないですか。はい、どうでした、ニューヨーク第一印象は。いやもうジョン・F・ケネディ空港降りた瞬間からですね、はい、黄色いタクシー見てもううわーこれは映画で見たあの世界に入っていくんだなっていうので、もうゾクゾクして、はいはい、ちょっとあの黄色いタクシー上がりますよね。上がります、はい、でそこからずっと、まあ、あのだんだん摩天楼が見えてくると、マンハッタン見えてくると、もうその辺になってくると、はい、もう全てが見たことがあるような気がしてですね初めてとは思えない、うん、規模感とか大きいなとかこう、はい、そんなことを思いながら車窓をかぶりついて見てました。そうね、でマンハッタンの方に入っていって、はい、いわゆるロケ地巡りをするという。そうです。でもニューヨークでロケ地巡るなんて大変な数じゃないですか。上げ出したらきりないもんね。そうですね、本当にすごい多いので、うん、事前に地球の歩き方の地図と、うん、自分で Google マップに星を点を打つのと、うん、あとロケーションジャパンを3個持って持参していきました、うんはいうん、でどんなとこ行ったんですか。実際実際はですね、まずはやっぱりティファニーに朝食をのティファニーの前に行って5番街行きましたね、はいはい、で携帯の中に試飲写真を保存しといて、それと同じ格好で撮るよって言ってなりきり写真を撮らせていただいてる。あ、なるほど、映画のワンシーンを再現するということですね。そうです、醍醐味でございますやっぱりアビーロードスタジオの前に行ったら必ず4人でみんなあの、ね、横断歩道渡るのと一緒ですよね。 それです、ねはい、その感覚ですね、はいはい、でもどこを見ても、はい、タイムズスクエアもどれもこれもロケ地なので、うん、もうテンションが常にマックス状態です、うん、公園、うん、セントラルパーク、はい、セントラルパークも行きまして、うん、であそこでキングコングがお尻を滑る人くるくる回ったとこあの池だみたいな話をなるほどしたりして、うん、恋人たちの予感のレストランですとか、うん、カッツ、はい、カッツ、うんはい、そこでも食べましたし、うん、クレーマークレーマーのロケ地も行きましたし、うん、でナイトミュージアムの、あーそうか、あれアメリカ自然史博物館も出るもんね、はい、そうなんです。ナイトミュージアムあの映画面白いよな。そうですねでもここもちょっとテンション上がりすぎてしまって、はい、手前にニューヨーク歴史博物館というのが手前というか横にあるんですけども、うん、そこに最初たどり着いて玄関のところに銅像みたいのが立ってて、そこで記念写真をいっぱい撮ったんですけど、はい、なんか違うティラノサウルスが見えない。なるほどじゃあ隣のあれだった。うん、なるほどまあ隣ですからねそうです、まあ、一度出てまた行けばいいわけですからね。そうですね、ちょっともう本当に、うん、世界世界一のおのぼりさんみたいな感じで回ってました、ねうん、またでもロケ地を巡るっていうのは一つテーマ持ってると旅の仕方って変わってきますもんね。そうですね、うん、どんな毎日を過ごされてたんですかそのニューヨークでは。はい、ニューヨークではジャージーシティに部屋を5日間借りて、はい、そこで同僚と一緒にずっとその部屋からニューヨークの方に通うように旅を。え、それはつまりホテル住まいをせず部屋を借りるってのはどうやつあ、普通に Airbnb で、あ、安くあげる、ね、はい、あれすごいですね。すごいです。私が泊まらせていただいたお家は、はい、スパニッシュ系の方の本当に家の一部屋を借りるっていう感じで、あの Airbnb とそのお留守にしてる間っていう場合もあるけれども、ただ空いてる部屋をっていうのを、はい、そうなんです、はい、みんながそれぞれが誰か泊まりに来てもいいわよっていう人が登録して、はい、でそれを見つけた人がそことうまくジョインすれば行くっていうんですよ、はいはい、直接そのお部屋の方とやり取りをして予約をしていきました。かなりホテルに滞在するよりはやっぱりリーズナブルなんですか。うん、めちゃくちゃ1万円かからないですね。1万円かからず一泊できるという、はい、一泊できます。あ、なるほど、それは安いね、はい、やっぱりね、はい、でそこで同僚の皆さんと一緒に、はい、まあ、アパートの一室に住みながらマンハッタンへ行くわけですか。はい、そうです。バスに乗って、バスに乗って、はい、通勤ラッシュみたいなバスでした。あ、そう、はい、学生さんとかもいて、うん、乗り方もわからなくて乗り方って、でもバス普通になんか止まるんですけど違う方向に行くやつがあるんですけど、うんうん、とにかくわからないんで、うん、あ、ニューヨーク行きますかって言ったら、はいはい、違うって言われて、あ、違うんだ、じゃあ次待とうみたいな感じで、はい
で折り方がもっとわからない。ピンポンがないんですよね。ないですか。ないんです。釣り革みたいなのはあって、うん、そこになんかライトみたいな白いのがあってこうつながってるんですね、うん、それをなんか内側に押すみたいなんですけど、それに気づくのに5日間かかる5日間かかった、はい、8の4日間はじゃあ、まあ、とりあえず降りられるところで降りるみたいな。そうです、うん、ピンポンするボタンないんだ。なかったです。私が乗った去年の話です、あ、本当ですか、はい、違うシステムなんですね、いろいろとね。いろんなとこ行きました。でもまた行ってみたいなと思われてるところってどこになりますか。ブルックリンにワンスアポンアタイムインアメリカっていう、はい、もうあの映画大好きです。本当ですか、はい、それのですねメインカットになっているビルとビルの間に、うん、はい、鉄橋が見えるところね、はい、そこにどうしても行きたくてですね、おここが見つかった時はちょっと涙がちゃんとこれでした。ちゃんとこれでした。このシーンねすごい、ね、印象的ですもんね。え、ここがあの映画のあのシーンのところなんですよなんていう、ここで撮りましたみたいな。あ、ないです。ないよね。もうファンが足を跡を残してくださってるんで。なるほど、はい、ただ、うん、探してる方にしたら、はい、やっぱりあった方がいいっていうか、そうですね、マップは欲しいなってすごく思います、うん、でもだからこそこういう雑誌とかね、がねこう機能するわけでね、はい、へえ、あ、でもこれは感動的ですね、はい、まあこの映画また見たいな、ちょっと音楽がもまたそうね、モリコーネのね、はい、いい映画ですよ本当に、はい、でも実際なんかロケ地いろいろ歩いて取材なんかされていると、今まさに撮影をしていますよっていうような現場に出くわすこともあったんじゃないですか。あ、そうなんです。あのニューヨークって年間4万本もあの撮影申請が市の方に出ているそうなんですけど、その期間中に3回会いました。3回も、はい、それでその一つが、うん、この夏公開される、うん、忍者タートルズ、あ、ミュータント忍者タートルズ、はい、それ出た出た、もううちの息子が絶対行くって言ってずっと言ってますよ本当ですか、はい、でも驚いたのが、ええ、撮影隊の食べ物とかケータリングね、ケータリングの様子とかは日本とあんまり変わりがなくって、うんうんうん、チップスが置いてあってバナナでフルーツが置いてあってドーナツがちょっと置いてあったりベーグルが置いてあったり、はい、そういう雰囲気とかはあまり変わらないんだなっていうのもちょっと発見でしたし、全然違うなと思ったのは街中でどんどん撮られているので、はい、役者さんの控え室になる倉庫みたいな車が、うん、トレーラーハウス、トレーラー、はい、はい、それがいっぱいあって、うん、それはちょっとあならではだなと、ならではです、はい、アメリカ映画って言ったらあの車の中でこうね大スターたちがこう待ってってですね、中だと多分ガウンなんだろうなみたいなねそのイメージありますよね、うん、妄想膨らましましたあ、そうですか、はい、そんなちゃんとロケやってるところも見られたって、はい、まあ、でも目的持ってそうやってそれぞれの映画を思い浮かべながら、はい、でここだここだってやりながら散歩したら随分楽しいでしょうね。楽しかったです本当に。最近イタリアも行かれたんですって。あ、そうなんです。あの母が古希のタイミングでして、はい、あのお祝いも兼ねて親孝行しようと思って行ってまいりました。いいですね。イタリアはお母様のリクエストなんですか。そうですね、それもありまして、うん、であとロケ地ランキングで2位だったっていうのもありまして今1位アメリカ、はい、あ、次イタリア行くでしょうというね、まあ、2位をね、そうですね、はい、やっぱりローマの休日のローマ行っとかないといけないと思います、うん、スペイン会談のところ、はい、あそこやっぱり座ってアイスクリーム食べたくなりますもんね。そうですねみんななんかやっぱり写真も撮ってるし ね、うん、ね、はい、でも改装中で、あ、そうですか、真っ白になってたんです。あ、そうですか。なんか私は初めて行ったんで、本当のところはどうかわからないんですけど白じゃないですよね、うん、前はきっと、うん、真っ白になっていて、なんかびっくりしました。ローマはでも僕も10年ぐらい行ってないからちょっと記憶があれですけど、でもいい街でしょ。え、ローマだけなんですか。どこ行ったんですか。まずですね、まずってことは結構行った、あの、そうですね、いっぱい回らせていただいたんですけど、ミラノに行って、まずミラノに入って、はい、ベローナに行って、ベローナ、はい、でベネチアに行っ て、 ベネチアに行ってフィレンツェに行っ て、 フィレンツェに行って、はい、ナポリ、ナポリまで押して歩いて、カプリトカプリトも行ってポンペイって帰ってきました。あら、え、ローマはどのタイミングだったんですか。あ、ローマ、ごめんなさいナポリの前にね、はい、ナポリの前にローマですね、はい、多分おそらく、はい、フィレンツェからローマ行ってそれでナポリまで降りて一番感じそうそうそう、でカプリまで渡ってというでポンペイ行って、はい、長い旅だったんですかそれ。いや、8日間です。駆け足じゃない、はい、それぞれ1泊とかそういうやつ。もう本当そうです。もうお母さんヘトヘトじゃないですかそれ。もうでもね、見ときたいもんね、やっぱね。そうですね、ゆっくりね。イタリアでもそれこそミラノと
ナポリなんて別の国でしょ。全然違いました。全く違うじゃないですか。全く違いますね。それぞれの人も違う、ね、人も違えば町も違う、うん、食も違えば文化全部違うからね。そうですね、北と南ではね、うん、どこ一番好きでした。やっぱりローマですか。そうですね、ローマが一番やっぱ好きですね。ベネチアはでもベネチア夢のようでしょ。夢のようです。やっぱりどこ行くのも音楽を持ってって聞いて、うん、主題歌を持ってってで、ね、なるほどなるほど、はい、なるほど。その映画だったりいろいろな。そうですね、フィレンツェでは、うん、冷静と情熱の間、うん、博士さんの曲を聴いて。あ、そうですか、ありがとうございます、はい、見てました。全部が見えるあの丘の上から。あ、そうですか、綺麗だよね。綺麗でした。ベローナであれ行ったんですって、ロミオとジュリエットの。行ってまいりました、うん、それが実は元にしているっていうことを説明を受けて、うん、それから行ったので、はい、すごい、なんかそうなんだと思いながら行きまして、うん、で行ったら本当にあるんですね、バルコニーが。バルコニーがすごいなと思って、本当にあるんだと思っていたら、はい、ロミオの家がすぐ裏の近くにあったっていう衝撃のロミオの家もある、ジュリエットの家もあるってね。そこちゃんとあの観光スポットになってますもんね。そうですね、うん、本当にびっくりしました。うん、感動して。そうだよね、はい、これはちょっと見て得したなと思いますよね。そうですね、うん。さて来週27日に秋葉原の UDX で全国ふるさと甲子園というイベントされるそうで、これどんな内容なんですか。はい、日本全国のロケ地とグルメの祭典です、うんうん、全国から55の地域がですね、はい、集まってきまして、うん、来場者からの投票で行きたくなった町ナンバーワンが決定する。なるほどなるほど、はい、先ほどそのご当地グルメの一つなんでしょうか、サラダうどんっていうのをいただきました、はい、これどこのものなんですか。はい、これは新潟県の十日町市で、はい、うん、図書館戦争という映画のロケ地になったところなんですけれども、はい、いいとこだよね、はい、美味しいおうどんでしたよ。あ、本当ですか、うん、のど越しも、うん、深かった。いろいろ入ってるのね、こうなんか。そうなんです、練り込まれてる。はい、カラムシという朝霞の植物なんですけれども、うん、朝の旗織りで着物とかを作られていたんですけど、うん、それの葉っぱに栄養がすごいあるっていうことが分かりまして、うん、でそれを粉末にして、うん、お茶にしたりうどんにしたり飴にしたりとか、そういうことで今、はい、町おこしにつなげていらっしゃいます。もうね、いろんなものでその町その町をこう盛り上げていくて。そうです ね、最近はそうだもんね、はい、映画ゆかりの地ということで、数多くの有名監督の方々やそして企業からも応援いただいてるんですって。はい、そうなんです。元 AKB48 の高橋みなみさんですとか、うん、あとルロニケンシンで有名な大友啓史監督ですとか、うん、はい、オールウェイズ三丁目の夕日で有名な山崎隆監督ですとか、はい、なるほど、はい、あと踊る大捜査線で有名の本廣克行監督も応援していただいてます。なるほど、はい、心強いですね、はい、食べ物のマルシェ以外にもこれ抽選会もあるんですね。はい、そうなんです。今井浜東急っていう、はい、リゾートホテルが伊豆にあるんですけれども、うん、そこの宿泊券ですとか、千葉の勝浦にある、うん、ホテル三日月の宿泊券が当たったりですとか、うん、いいですね、はい、見逃せません。そうですね、はい、来週27日に秋葉原の UDX ということで、はい、全国ふるさと甲子園、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。さてちなみにミキさん、これ今後行ってみたい国あるいは町どっかありますか。外国でしたら、うん、ベトナムに行ってみたいなと思っております。今素晴らしい歴史のあるすごい町をいっぱい見てきたので、うん、またちょっとアジア圏を回ってみたいなと。青いパパイヤですね。あ、そうです、ね、はい、大好きです、あの映画うちの家内があの映画が結婚する前の話ですよ、はい、あの映画を見て、はい、ベトナムに一人でフラッと行っちゃいましたね。ロケチストです。そうそうそう、ロケチストロケチストって言うんだ、はい、そうなんです。突然ですよ、ちょっと行ってくるっていうか、どうしたのかなって言ったら、あの映画を見てどうしても見たいって言って行きました。そうですか、うん、嬉しいです。私も後をついていきます。本当だね、すごいいいとこだったって言ってました本当ですか。そうですか。そしてこれはゲストの方皆さんに伺ってるんですが、ミキさんにとっての旅というのは一体何ですか。はい、私にとってはもう素の自分に戻って、うん、とにかくフル充電をすることです。チャージチャージする、フルチャージして、そしてまた帰ってきて、また、うん、そうですね。ANA World Air Current